中所島駅、中所島駅は、京都府京都市伏見区吉島矢倉町にある、京阪電気鉄道の駅。駅番号は、KH28。開業時、駅横に変電所が作られ、伏見港との接続。大正時代には、宇治線の開通と京都電気鉄道伏見線の開業、急行運転の開始とともに急行停車駅となる。太平洋戦争末期には、 他の交通機関との連絡をするためにと伏見港への側線が建設されている。完成は戦後。戦後、現在の中央の島ホームの京都向きに、久保型の折り返しホームがあった。また1969年には、踏切集中監視制御システムの中央装置が設けられる。平成になると、特急停車駅に格上げされ、中所島事務所が竣工、アデックと、 電力管理システム中央装置の更新、緊急地震警報システム導入、時計班の京都側の交通の要所として発展してきた。文六年間、中津笠醤油に任官していた脇坂安路が、宇治川の分流に囲まれた島に屋敷を建て住んだことから、中所島の名前が生まれたとされる。中津笠醤油の闘名が中所であったことから、脇坂は中所、 中将様と呼ばれていた。その、中所様の住む、屋敷の島という理由で、中所島と呼ばれるようになった。正式な地名には使用されておらず、駅の所在地の足島や倉町の他に、北浜町、西浜町、東、柳町などが、中所島と呼ばれる区画に属している。相対式ホームの間に島式ホーム一面がある三面四線の地上駅。 駅舎は南北双方、北改札は1番線、南改札は4番線の、それぞれ淀屋橋寄りにあり、各ホームは古仙橋と地下道で連絡している。古仙橋と各ホームを結ぶエレベーターもある。1番線上に、コンビニ、アンスリーが2.3番線にはうどん屋、メンザとアンスリー、2015年3月上旬に、従来型の売店、セカンドポシェから、 リニューアルがある。宇治線の列車は原則3番線を使用し、4番線は早朝のみ使用する。また、京阪本線も含めた3方向の入線、出発に対応している。駅構内は急カーブ上に位置し、線路もそれによって1番線寄りに急傾斜している。1962年に脱線事故があった記録もあり、3番線発着の列車はかなり減速した上で、 駅構内へ進入する。なお、宇治線の列車は後日の内側の留置線のあたりから、駅構内にかけて、時速15キロメートルで走行する。ホームから東に、宇治寄りに20メートルほど進んだところに、宇治線を挟んで2線の留置線があり、北側の留置線は5両編成の車両が、南側、新日本里川7両編成の車両が留置できる。また、 四番線の大阪側にも八連対応の留置線が一線、設けられていて、臨時特急に運用される八千計三系番台が待機していたこともあった。宇治より南側留置線の本線侵入部分は、現在は、社員用駐車場への踏切が設けられているが、かつてはそこから、伏見港まで引き込み線が伸びていた。これは、第二次世界大戦中の百四十四年、 昭和19年に B-29 の爆撃で交通網が分断された場合に備え、他の交通機関との連携強化ために付設されたとされる京都市電の側線も作られた。しかし、完成は終戦後の1946年、昭和21年で1951年、昭和26年には撤去されている。2006年からは高架工事の進捗によって、 淀駅の下りホームの位置変更により淀発の下り列車は一番列車の準急以外、一度あたり駅の四番線に入りそこから淀駅に向かっていた。その関係で四番線の宇治よりには7.8両用の乗務員専用の小型ホームが設置してある。主に淀発下り準急と臨時列車運転時に使われていたが、高架加工時完了以降は当駅まで出向いて折り返す。 運用ほとんどなくなっている。この小型ホームも現在は撤去されている。2.3番線は同一平面上にあるため、本線下り列車と宇治線列車の相互塗り替えは、容易で1.2番線は8両編成、3.4番線は5両編成まで停車可能である。3番線は2番線と、隣同士でスペースはあるが、 ポイント事情のため策が付けてあるあたり、中所島駅北では8両編成の各駅停車、普通列車、準急行列車、森口市駅通過の通勤準急列車は全くない。ただし、当駅0時17分に発車する特急三条駅は三条駅から普通で町柳駅となる。宇治線系統の列車が朝方のみ使用する4番線はもともと宇治線から 京阪本線に直通する三条、出町柳行列車用のホームであった。2000年に、宇治線と京阪本線の直通列車が当駅を境に、系統分割された後も当駅折り返し三条、出町柳行ホームとして使用されていたが、2003年秋のダイヤ改正とともに当駅折り返し列車は、平日一往復取り、さらに2006年春のダイヤ改定後は、 当駅折り返し列車が全廃された。4番線は、南改札口設置直後は、当駅始発3条、宇治方面の記載であったが、しばらくして、当駅始発、早朝のみという表示に変わった。しかし前述した通り、現在発着する列車は、宇治線列車と回送列車のみとなり、実情と異なる記載になったため、2008年に LED 式に更新された。 発車案内のみ、3番線と同じく、宇治線6地蔵、宇治方面と記載されている。発車メロディ導入駅であり、宇治行きの場合、発車案内放送が、通常のものとは違うタイプになっている。2003年のダイヤ改正時点では、3、4、番線の各駅停車が発車しますとなっていたが、その後、3、4、番線の宇治行きが発車します。 そして2007年6月の自動放送更新後は、3、4、番線、うじきの扉が閉まります。ご注意ください。となった。同じようなタイプの放送は、平方市駅、被災地域、京橋駅及び天間橋駅、淀屋橋駅と中野島駅にも見られる。京阪本線のホームは、京2線であるが、 宇治線の起点駅でもあるため京阪本線ホームでも発車メロディが使用されている。一番線ホームの出町柳寄りの壁面にある駅名表には宇治線の自駅である関月橋駅が案内されている。一番線からは宇治線に入線できない。2016年、平成28年度の1日平均乗降人員は1 1700人で、 近年の1日あたり利用客数の推移は下記の通り。橋本同様、戦前までは遊郭があり賑わった。現在は駅前に飲食店が軒を連ねるものの、かつての名残は遊郭だった一部の建物が民家として残るのみ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。